長明寺温泉天葉の湯7種類の温泉地産地消の料理が自慢の温泉です。ぜひお越しください。俺ネクストバッターサークルでさ、バットも振らんかったからね。パワーのパリーグね、和田のセリーグっていうのはやっぱずっと言われてたんで、どんどんなるほどね。野球選手の次元が変わってきたな。はい、中西球児虎の穴チャンネルということで、今回はですね、大変現役時代にお世話になってました、高橋由里子さんに来ていただきました。コラボということで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつまで経ってもあれですね、男前ですよね。もう64だぞ。64ですか。うん、でも若々しいですわ、吉野さんね。いやいや、気持ちは19。気持ちは19。よくわかります。吉野さん、プロ入って1年目でまずね、他チームでこう食事とかね、飲みに連れて行ってもらったんで、ね、吉野さんが一番最初だったんですけども。あ、本当に。はい、もう広島で流れ川でね、吉野さんが一緒におって、なんか僕と池田さんが一緒に飯食ってたらね。そうそう、で、地下かな。今最近さ、YouTube 出てくれるんだけど、はいはいはい、こんなことはね、無視したって怒るよ。そう、お無視してなかったでしょ、別に。少ないけどな。何軒か橋をして、いつの間にか吉野さんいなくなったりとかありましたけどね。そうやな、うん、俺の場合はほら、自由に動くから。そうですね、何にも言わないでパーッと聞いて。こっちの方がいいだろ。まあ、そりゃそうですよね、はい、気ぃつかないで済むし。それからずっともう本当ね、広島流れ変えるともうそうなったりしてましたけど、はい、うん、今はダメだけどな、全然。うん、ロッテでも試合ね、やりましたけど、2005年の日本シリーズですかね。はい、まあ、岡田監督のもとで、私はそうだな、はい、ピッチングしていったんですけど、はい、吉岡の時バッティングコーチ兼走塁です。走塁兼、はい、やってた。そうですよね、うん、まあ、4立てで、やられましたけど、あの時はな、やっぱ、はい、走塁もそうだけどバッティングもそうだけどな、やっぱ強いチームだった。そういう面では走塁も完璧な走塁してたし、はいはい、でバッターもいいバッターいたし、おかげで井岡とか今江とかね。そうそう、あの辺がバリバリ若かったしね。若かったね。あとタブローとか福浦とか、ちょうどいいとこがこう噛んでたね、うん、年齢的にね。そう、もう完璧にやられましたからね。まあ10対1戦目が10点というか、ずっと3戦まで2桁やられたんちゃうかな、多分。だって4択で終わったもんな。そう、4択で終わりました。で、俺の知り合いがさ、阪神ファンでさ、はい、5戦目のチケット欲しいって手に入れたんよ。ええ、無理やり、うん、もう一生懸命。そしたら5戦目なかったんよ。あっさり終わりました。あっさり終わったな、そういえば。あれ、多分ね、うちの試合がね、日本シリーズも3週、今みたいにクライマックスなかったんで、うん、うん、3週間ぐらいこうシーズン終わって、ちょっと間が空いて、うん、もう野手とかがもうボールが見えないとか言い出して。フェニックスリーグとかでこう試合は行ったりしてたんだけども、うん、本当にこう一軍のやっぱレベルのまっすぐがね、うん、やっぱ体がこう思ったより反応できなかったっていうのもあったね。パ・リーグの場合は全部あったからな、そういう面では試合ずっとそのまま入ってったからね。そうですよね、うん、それは全然違うと思う、うん、やっぱ実戦感が非常に足りなかったなという感じしましたけども。あと後ろも良かったもんね、リリーフ陣も良かったよ。そうですよね、ピッチャーもね、うんうん、まあ、本当に全くこう、なんていうかな、力を出すうんぬんっていうところまで行ってなかったもんね、ダイヤスとしたら。ああ、そうやな、ロッテが本当になんだろう、走攻守っていうか、うん、ピッチャーも良かったし、はい、揃ってたね。揃ってましたよね。あと、ロッテでいうと、やっぱり1戦目、あれ、霧かなんかで読んで、コールドになったんですよね、確か。そう、霧がかかってね、霧がかかって、そう、周りでね。そうそう、よく覚えてるね。いやいや、まあ。あれぐらいですか、日本シリーズは。でも岡田さん監督も言ってましたよ、1戦目清水でしたかね、開幕、清水ね、うん、で清水は必ず盗塁スチールできると、赤星が言ってきて、うん、赤星が塁出たんですよ、あれ最初、うんうんうん、で初っ端に赤星がもうその盗塁で刺されて、うん、その後ヒットが続いて、まあ、シーツかなんかゲッツーだったんです、その1、3塁まで行ったんだけども、うんうん、まあ、赤星のいけるっていうので、うん、グリーンカード出してたんですけどもね、それでアウトになったのが、ちょっとあれで選手で取れなかったのがもう全てだっていう感じを言ってましたけど、ね、短期決戦は全部そうだもんな、うんうんうん、やっぱ先にやっぱし勝つとかさ、点を取ったら楽だから、はいはい、それがずっと大きくもんな、短期決戦は、うん、そういう面では。まあ、ロッテで本当バッティングコーチで、まあ、選手たちもよくこうね、練習も厳しくも吉野さんしてたっていうふうに言ってましたけどもね。
まあ練習するのは好きやからね、俺がね。ただ若いやつが、まあ、西岡とかそういう連中がよくついてきてくれたよな、よく。前でもそうだし。対策みたいなのなんかあったんですか、バッティングコーチでやってて、タイガースの。ないよ、対策なんか。まっすぐ打ちやもん。来たボールしっかり打てと、振れと。正直言ってよ、まっすぐ打てんかったら打てんからね。まあそりゃそうですよね。であとはスコアラがさ、その特色を出してくるけど、はいはい、最終的には人間がやってるから調子悪いがあるやんピッチャーって、うんうんうん、必ずそれで試合で変わってくるわけやん か打つ方は打つ方でやっぱりまっすぐ打てんかったらもう話にならないから、やっぱそういう面ではまっすぐっていうのは中心だよな、うん、であとは選手個々に面白いんで、やっぱ今スコアラがしっかりしてるやん、はいはい、で決め球なんかやっぱ自分たちで選んでくもん、うん、里崎なんかひどいよ、もう自分が決めたらそれが来るまでずっと待ってるから、だから普通にここでチャンスでバットに当ててくれたらいいっていう時あるやん、はいはいはい、普通に見逃し三振して帰ってくるからな一回もバット振らずに、ちょっと待てよって、はい、いやこっから曲がれこっから曲がれこっから曲がれって念じてバットあの打席立ってくるそれが来たらやっぱすごいしっかり打つよな。だパリーグの選手そういう選手が多い。なるほどね。でやっぱ速い球にはやっぱそういうの合わしきるからみんな、はいはいはい、そういう面ではやっぱまっすぐ打ちっていうのはやっぱ今でもそうだけど、あの統計取ったらセントラのピッチャー速いよな、平均したらセントラの方が、ただ先発陣球の速さって言ったらパリーグが速いと思うよ。パワーピッチャー多いですもんね、先発のパワーピッチャー多い。だからそういう面ではまっすぐ打たれてるのが多いやん、はいはいはい、あの今回の試合でもそうだけど、ちらっと見たらキャッチャーのほら甲斐にまっすぐ系打たれてるやろ、はいはいはい、いや弾かれてるやん、はい、あれパ・リーグのピッチャーのやっぱまっすぐ弾くっていうバッターが多いんだと思う、まあ、基本がバッターもその振る力がもうあるし、うん、ピッチャーはそのパワーピッチャー多いし、多い、まあ、セ・リーグの場合はどっちかというとこう先発ピッチャーっていうのはね、やっぱりこうある程度変化球を投げながら変化球カウントを取りながらっていうピッチャー多いんでね。多い多い。だから俺がパ・リーグ行った時にカープからロッテ行ったやん、はいはい、時に試合出た時に1球目ど真ん中まっすぐよ、ほうでセントラだったら次変化球なんかでボール投げるやん、はいはいはい、大体が大体がな、またまっすぐ真ん中や。だからまっすぐに対してみんなパワーピッチャーが押してくるピッチャーが多い。だから交流戦やってても感じましたもんね、パワーピッチャーが多いからそれを打ち返そうとするスイングをするバッターが多いっていうかね。そうやろ、うん、だから今回見てたけどやっぱしまっすぐ系張られて打たれてる感じするもんね、はいはいはい、そういう面ではちょっとぐらいのまっすぐだったら普通に弾き返す力を持ってるから、パ・リーグはその差がちょっと出てるんじゃないかと思うな、まあ、その差がもう一番こう適面に出てるのはこの交流戦の今までの成績だと思いますよね。そうだから2005年もそうだけど、俺バッティングコーチもやってたけど、そういう面ではやっぱし一番大事なのはまっすぐドラゴンの球を投げるかやもんな。でバッターがまっすぐどれだけこう仕留められるか。そうただ、あとはスコアラー来るように変化球どういう種類があるかでどう逃げていくかっていうのはバッターここで自分で考えるやつ、スコアラー同士、はいはいはい、そういうとこはしっかりしてた。まあ、今年はねそういう意味ではまっすぐは打てなかったっていうね、まあ、タイガースの場合は、うん、多かった。今年のタイガース打線見てどう思います？いや俺はねバランスは最高にいいと思う。佐藤君が入ったやん。なるほど、はい、あの一人入ったんで全く打線が変わったな。でまた1番から2、3、4、5ってあと梅ちゃん、はいはいはい、またあそこはいい仕事するやん、はいはい、まあ、一番得点人間大事のねいいバッターですから。そうそう、だからそういう面ではあの優勝した当時があったやん、はい、阪神が、はい、ちょっとあれに似てるよね。まあ真由美さんが一番打ってたけど今近本とか、はいはい、そういう面でも足も使えるし、そういう面ではいい打線組んでると思うな。やっぱこう今までなかったこう佐藤っていうのはタイプですかね。そうだな、それ新人やろ、はい、でまあホームランも三振もあるけど2割並ぶちょっと2割8分近く打ってるわけやん、うんうん、ホームラン十何本打って、そういう面ではねやっぱしガラッと打線が変わったように見えるな。で外国人もいいもんな、はいはい、まあまあそうですね、マルテサンズっていうのがねこの2人がいい、開幕から良かったんでね。そうそうそう、そういう面ではバランスのいいチーム。だから中地に聞こうと思ったんだけど、ピッチャーってどうなの？ピッチャー、いやタイガースはね先発で揃ってたと思うんですよ。うん、まあ、ここに来てねちょっと何人か、まあ、ガンケルが非常に良かったんでね、
うん、5連勝して、でまあ、ガンケルが離脱して、去年までもずっと良かったリリーフ陣というところで、交流戦ってこの岩崎がちょっと離脱したんでね。そうだよな。まあ、その辺でこうちょっとこう苦しいというか、もうタイガースらしいこうゲームっていうのはできてないですよね。だから5回までだったら、もう突破してもおかしくないチームやんな。はいはいはい。途中から点取られてから失速する感じやもんな、はい、で新人の伊藤ってピッチャーいるやん。はいはい、伊藤正志ね、はい、この間あの1対0で負けたやん、うんうん、でこの間捕まったやん。まあそういうのあるからな野球は。そうですね、はい。でも新人がすごいやっぱいい仕事してるもんな。新人が3人入ってますからね。今の打線見たらカープ見てごらんよいやいやいや、カープ一個のやっぱりね、あのやっぱり 1,2,3 のやっぱりね、まあそうだけど、もうちょっと今ちょっとバタバタしてる状態やん。はいはいはい、そういう面では打線組めないし、阪神の打線見たらあいい打線組んでるなと思ってる、見てて。やっぱ一番の近本っていうのはあれですか、吉川さんもずっとねリードオフマンでやってましたけど。いいね、足があってやっぱり、うん、いいと思うよ。やっぱしそういう面ではね、 1,2,3 であの打順から来たらいいバランスで野球ができてると思う。だから本当にピッチャー陣がちょっと落ち着いて疲れが取れたらこれいいと思うけどな、優勝できるんじゃないかと思ってるよ。